住み慣れるに従って、ますますすごい気のする山荘に待つ恋人などというものは、この源氏ほどの深い愛情を持たない相手をも引きつける力があるであろうと思われる。まして、たまさかに会えたことで、恨めしい因縁のさすがに浅くないことも思って、嘆く女はどう取り扱っていいかと、源氏は力限りの愛撫を試みて慰めるばかりであった。木の茂った中から刺すかがりの光が流れの蛍と同じように見える庭も面白かった。過去に寂しい生活の経験をしていなかったら、私もこの山荘で会うことが心細くばかり思われることだろう、と源氏が言うと、いさりせし、影忘れられぬかがり火は、身の浮き船や死体木にけん、あちらの景色によく似ております。不幸なものにつきもののようなおかげでございます。と明石が言った。浅からぬ下の思いを知らねばや、なおかがり火の影は騒げる。誰が私の人生観を悲しいものにさせたのだろう。と源氏の方からも恨みを言った。少し暇のできた頃であったから、御堂の仏勤めにも没頭することができて、二三日源氏が山荘にとどまっていることで、少し慰められたはずである。